忙しいな。また今日も面会かよ。おい、おおまたかお前か、こら。いや、そうさ、そう言わないでよ。俺今コッペパン食ってご機嫌なんだよ。ご機嫌だと。コッペパン出たの。コッペパン出るだろ。な、知らねえのか。知らなかったよ。飲み物何でんの。飲み物は。飲み物、左右に決まってんだろ。あ、左右か。左右だろ。コッペパンと左右なんだ。お前朝、朝のご飯、味噌汁出んだよ、そこに左右を追いがけすんだよ、味噌汁に左右を入れんだよ、そうするとかさましたよ。お前ためになってただろ。ためになってた。お前ほんと半目のくせによ、お前よく来たもんだな。それで俺に左右のな、左右の裏技まで引いちゃう、今日もちょっと一つ賢くなっちゃっただろ、いや、そうやけどさ、こう、もうさ、俺来てさ、毎日会えるともうさ、あれ、逮捕されてからに、だいぶ経っちゃったじゃん。だからもう最近誰も来なくなっちゃったの？お前今、シュプリーム着てるよな。なんで？俺のこれ見る。止め服っつんだよ、俺。お、すごいじゃん。なにそれ？あ？止め。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 なんだかわかるか。なにそれ？わかんねえの？留置所の留。止めっつんだよ。そうこれ止め服っつんだよ。そんな制服になってんの。あのよ、急にパクられたからよ、洋服持っていけなくてよ、で借りるんだよ、あ、貸してくれんだ。うん、知らない人で貸してくれるんだけど、それ今着てんだけど、結構直着だ、ちょっと流行りそうかね。流行るだろこれ。だってもう限定だから、限定だから。欲しい人いる？差し入れ1万5000円で、ちょっとあの差し戻しで考えてもいい。考えてもいい、っていうかさ、なんだよ。いやだからさ、こう俺がこう毎日来てもさ、会えるじゃん。でもさ、今まで誰が来たの？いやいや、だから一日一回しか来れねえんだよ、一人しか、一組しか、だから今日おめえが来たせいで、誰も来れねえんだよ、わかるか。で、昨日来たじゃん俺、今日2日目じゃん、で、その前は誰来てたの？と、やから先輩。あ、やからさん来たの？歩いてきたの俺、あの、あと車椅子だった。あと太郎、太郎ちゃん来たの。そう、よく来れたね。なんか来た、仲間だから。仲間だ、そうそう、あいつ仲間だよ。そうそうだ、俺のもう、かけがえのない仲間だ。そうだね。あと、鍋、鍋さん、鍋、それ本部長だもんね。鍋とジャスミンはセット、セットできた、それ以外はねえな、それじゃそんなに来てねえじゃん。いや、こっから来るんだって言うんだよ。あ、こっから来るんだ。おいおい、俺すげえ関東連だよ。そうだね、関東連。そうそう、でもそういう人たちは来れないじゃないの、なんか。は？目立っちゃうから。は？は？はい？いやいや、はい、何言ってんすか。え？はい？いやいやいや、そうそう、そうさ、じゃその今関東連の名前出したけどさ、じゃあもう今さ、留置の中でもさ、もう有名なのじゃ結構。ああ、もう関東連、関東連っす、やっべえやっべえ、大変だよ、もうドッカンドッカン、ドッカンドッカンしてる、ドッカンドッカンしてるわ、刑務官まで。もう噂噂噂噂、あー、あの人は関東連だと、関東連だとなんでわかんないですよ。ドッカンドッカン、ドッカンドッカン、もうビール出しましょうか。なんでビール出るんだよ。もう酒出しましょうかみたいなノリだよ。もうシュランで有名、シュランで有名、アル中で有名。だいたい、まあだって留置所でお酒出ないだろ今。出ないんだけど、疑似なあれがある。ああ、水家みたいな、兄弟探すみたいな、兄弟探すあるんだよ。何、左右で探すみたいな、みんな。そうだよ、まあ、今日今回ももうあのリンゴ泥棒と、あとリンゴ泥棒いたの。え、あの札幌のダイソーで、ね、万引きしたやつと兄弟探すで、すごいね、それもラインナップが忙しいんだよ、こっちもよ、な、そんな時にお前なんだよ。え、な、お前も探す気もらえないのか。いやいや、俺さ、あ、そっち行けないもんだって。いやいや、俺はもう懲役覚悟してんだよ。覚悟してんの？覚悟してんだよ。どういうつもりで、どういう根拠で？認めてねえから。あ、認めてないの？あ、認めないよ。あ、もともとさ、そのさ、ほらナイフさ、果物ナイフね、こう振り回したとこ行ったじゃん、で、それは俺はやってないと。いや、料理してたんだよ。ああ、なんかリンゴかなんか向こうとしたの。いや、あの、かぼちゃ。あ、かぼちゃ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 向こうとしたら、たまたま来たとこに、ね、血管来たんだ。これが来ちゃってさ、あれこれが来やがってよ、で、俺がさ、ちょっと威嚇したらさ、そうなっちゃったわけじゃん、俺悪くねえじゃん。
室内で銃とほなんてねえから、まあ、そうなの、そんなの、そうなのじゃねえんだよ、メガネ。これ、いや、そもそもがさ、あ、そう、弁護士の先生に相談したの、それ弁護士国選だから、うん、うん、国選だからっていい加減なこと言わないし、いや、鍋が視線つけてくんねえんだ、え、鍋さんが、え、鍋さんが、鍋が視線を、鍋がケチったんだろ、ケチちゃったのかね、知らねえやん、俺だって、うん、そんなの聞けよ、お前、違う違う、そうだな、俺が聞けるわけねえだろ、まあ、まあ、そうそうだな、信用してんだから、そうだね、オンキリキリオンキリキリって信用してんだよ。あれじゃないの、ダベさんも一応この件に関しては国選の方がいいと思ってないの。でもさ、うん、な、うん、ここだけの話、うん、なんかあのお札をつけてから、うん、なんかここがもう何ドミノ倒しのように訪れるんだよな、うん、なんか捕まってるんだよな、うん、なんか負けるんだよな、うんうん、ことごとく負けてんじゃん。そう、そうなんだよ、うん、北海道来てからもう2回負けてんだよ、うん、誰に負けてんの、お前言うなよ、ネットで言わないよ、え、これ配信中か、できねえだろ、それ検査があんだから、そうそうそう、だから安心だよ、うん、だから2人、2人にやられちゃったの、じゃあいいけど、うん、2人やられたよ、うん、それ誰、誰と誰よ、あと最初は、うん、鍋が、うん、煽ってきて、うん、松浦っていう枠っていうのが、うん、なんか俺をね、うん、狙っやってやるっていうから、うん、ジャスミンの運転で行ったんだよ、行ったの、あ、その松浦さんって言えばスバルの SUV で、はいはい、行ったんだよ、うん、白の SUV でね、うんうん、わーっつって、うん、したら、うん、着いたんだよ、うん、で鍋が着いたよっつって、うん、降りてっつって降りてったら、うん、で、おい、うん、おいこらーっつって、うん、おいこら松浦っつって聞いたら、うん、いきなり来ようってよ、うん、俺北海道の地慣れてねえじゃん、うん、したらうちまでハの字になっちゃった、これ話しちゃって、そしたらパカーンってきちゃってさ、やられちゃった、パカーンだよ、あ、滑っちゃったんだ、足元が、あ、吸ってんだよ、あ、だけど裏できっちりにきっちり道で話してたけど、やられてねえよ、うん、やられてないんだ、やられてるわけじゃねえよ、うん、ただ、どうだったの、内股になって、うん、内股になってシャーンって、うん、シャーンってシャーンって入っちゃったの、シャーンって来たんだよ、あ、内股になっちゃったから、だから目の上パカーンだよ、パカーンなっちゃったの、まだパカーンだけどやられてねえよ、うん、だからみんなそれを俺がパクられたもんだから、うん、やられてるやられてるとか言っちゃってるけどよ、言っちゃってるけど実は違えんだよ、うん、違ったの、実は違う、うん、俺が内股になったところにプギョンって入っちゃったの、入っちゃってさ、うん、あいつ勝ったか勝ったみたいな話じゃん、喧嘩じゃねえから、うん、喧嘩、それは何だったの、じゃあ喧嘩じゃなかったの、うん、それは何だったの、また開きだった、あ、友達のじゃれやじゃん、外人がハグすんじゃん、あ、はいはいはい、ハグしてチューすんじゃん、なるほどね、だろ、うん、そういうことじゃねえの、なるほど、お前には経験ねえから分かんねえよな、うん、経験値の違いだよな、うん、喧嘩だと思ったお前は、だってそんだけね、あざがあるんだよ、あ、あざがあったから、うん、うん、で、まあまあまあお前がどう思うか関係ねえよ、うん、俺は俺で裏できっちり道やってるから、うん、やってんだ、だけどじゃあそのケンジ、ケンジじゃねえ、うん、高志のことは、うん、じゃあお前が次、うん、興味があってくるんだったら、うん、まあ、ワンチャンね、うん、話してやってもいいかなと思うけど、うん、これネットで言われてねえからよ、言われてないの、言われてないんだよ、秘蔵だね、じゃあ、え、秘蔵だね、うるせえよ、じゃあ、うん